毎日ブログ生活917日目、ラグビーのアイルランド代表の歴史から、国と国を強力にくっつけているのはラグビーだったことをお話しいたします。晴れ男が4人も集まるとさすがに効果てきめん。久留米でボンドを専門に販売している末慎こと末安慎二です。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、ラグビーが国と国を強力にくっつけているのだ。7月3日にラグビーの日本代表がアイルランド代表と対戦した。実はアイルランド代表とは2つの国から選抜された混合チームなのだ。アイルランド共和国と北アイルランドに分かれているが、アイルランドラグビー協会は一つに組織され運営している唯一のチーム。紛争が続いた両国の中でラグビーの絆だけは残っていて、唯一両国を一つにくっつけている。2019年10月1日のブログに詳しく書いています。今回も2019年のワールドカップで日本が勝った相手です。アイルランドはホームでの試合なので絶対に負けてはいけないとリベンジする気満々でいました。結果は日本31点対アイルランド39点、取って取られて一進一退のとってもいい試合でした。意地と意地が激しくぶつかり合っていましたね。日本代表は前回のブリティッシュ&アイリッシュライオンズで活躍した姫野和樹選手が試合前のウォーミングアップで足を痛めて急遽欠場になったり、同じく前回活躍した松島幸太郎選手が膝を痛めて途中交代となったり、非常に厳しい試合展開でしたが、今回活躍したのが田村優選手。クールな顔でペナルティーゴールを決めてくれたし、前半ではピピタ選手へのキックパスからトライを演出し、後半では絶妙なゴロパントを蹴り、これもピピタがしっかりと拾ってトライを挙げた。これは素晴らしい職人技でした。惜しくも試合には敗れましたが、次につながるいい内容の試合でした。冒頭にお話ししたように、アイルランド島の2国をくっつけたのがラグビーであり、ラグビーが国と国をつなぐ強力な接着剤になっている。ブリティッシュ&アイリッシュライオンズには国歌はないが、アイルランド代表にはチームの歌がある。あくまでアイルランド共和国と北アイルランドの両国の代表であるので、国歌もなく国旗もない。そこでアイルランズコールというラグビーの歌を作った。この歌を歌うときは、それこそ2国が一つになって戦うときの歌である。ラグビーは国と国を強くつなげる接着剤である。これからは国と国の争いはラグビーで決めたらいいのに。今日の一品です。八百屋カフェノート音さんにノートさんにプレゼントしたレジンがギターにぶら下げていただいていた。奇跡の稲穂が入ったレジン、光ってて綺麗。ではまた、末慎でした。